なんだこれは。びっくりした。制限時間10分も言ってねえんじゃねえか。チャンスだって言うのにこれっぽっちも目立ってない。マネージャーのお前がしっかりしなくてどうする。ですが、社長、茜も十分頑張るだけじゃ金にならないんだよ。他にもやりてえっていう奴が大勢いる中で選んでやったんだ。爪痕の一つでも残させろ。怖いよ怖いよ怖いよ。マネージャー、あ、聞こえてたか。茜は精一杯やってるんだ。気にしなくていい。ちゃんと俺が防波堤になるから。おお、それなんか響きそうだな。なんか私のせいでみたいになりそうやな。こんな真面目な子が。ほーら見ろ、頑張らなきゃ。おお、過激。爪痕残さなきゃ。うわお。